ごめんね、シルフちゃん。あなたの力を分けてもらいます。すまない。ルビー、あ、忘れ、ないって。シルフちゃん。くそー！バカな！私のシルフが、こんなことが！観念するんだな。貴様はもう終わりだ！イザベラ。にわかには信じがたいが、今この場で起きたことを見れば、貴様の罪は明白だ。この度は、そなたたちの活躍で、イザベラの悪行を露見させることができた。本当に心から礼を言う。まったく、無能な王で、そなたたちには頭が上がらない。それから、汚染された川の水により、カルマの犠牲になったルフルス村の病人たちには、霊薬を無償で提供することに決めた。おい、でももう霊薬は作れねえんだろ。ああ、だがせめてもの罪滅ぼしにこれぐらいさせてもらわないことには先代のヨゼフ王に顔向けできまい。霊薬のヤバさに気づいた先代の王様はイザベラを止めようとして殺されちまったんだってな。その罪をジークフリートになすりつけるなんて、イザベラってやつは不貞野郎だぜ。イザベラにも相応の罰が下った。霊薬の摂取を止められた彼女は、その反動からなのか、見るも無残に追いさらばえてしまったよ。なんだか今日はお肌の調子が良くないわね。霊薬さえあれば。シルフ、どこにいるんだい？出ておいで、シルフ。女の執念ってやつは怖いぜ。反イザベラ派の文官たちも解放された今、次のイザベラが誕生せぬよう慎重に政治を行っていかねばな。そしてこれからは霊薬の力などに頼らず、我々が民と力を合わせてこの国を復興していかねば。なあランスロット、ウェイン。はい、この身を粉にして再建に尽力します。我ら白竜騎士団にお任せください。あのカール国王様、その復興の件ですが、私にも手伝わせてもらえませんか？おいおい、ソフィア、聖地巡礼の旅はどうすんだよ。祖父から与えられた試練なんだろう。でも、なんというか、私も歴史の節目に立ち会ったので、当事者として協力できないかなって。国王様、しばらくの間、私をこちらに置いていただけませんか？無論歓迎する、と言いたいところだが、それでは、私がペテロ同士に怒られてしまう。そなたには、助けてもらった。今後は自分に与えられた使命を果たすために力を使ってもらいたいのだが。わかりました。国王様のおっしゃる通りですね。無理を言って申し訳ありません。
私はソフトの約束を果たすために巡礼の旅を続けます。ありがとうソフィアよ。くれぐれも気をつけてな。してそなたたちはこの先どうする？オイラたちも手伝いてんだけどよ、行かなきゃならねえ場所があるんだ。そうだったな。そなたたちにはイスタルシアを目指すという目的があったな。それに私もっといろんな聖少女について知りたいんです。どうしたのアロリア、神妙な顔して。実はシルフちゃんが忘れないでって言った時に何か記憶の断片のようなものが流れ込んできたんです。記憶だって？そんなの初めてだろ？はい、シルフちゃんを作った星の民の記憶っていうのかな。その星の民には不治の病にかかった人間の恋人がいて、必死に看病するんだけど結局亡くなっちゃって、それでなんで人間はこんなに弱くて脆いんだろうってひどく嘆いて、それからその星の民は恋人にうり二つの聖少女シルフを作ったんです。聖少女は永遠の時を生きられるから。でもやっぱり聖少女に恋人の代わりはできなかった。その星の民はシルフちゃんをこのフェードラヘに一人残して空の彼方へ帰ってしまったんです。いつか生まれ変わった恋人ともしもどこかで巡り合った時に同じ時間を生きるための力を授けて。それでシルフに与えられた力が不老長寿の霊薬を作り出す能力だったってわけか。はい、自分と同じような境遇の誰かにもう二度と恋人を病気で失う思いをさせたくないって願いも込めて。なるほど、シルフに授けられた力にはそんな秘密があったというのか。まったく聖少獣とは我々の人知を超えているな。あ、おい、ジークフリートが来たぜ。国王陛下、遅れて申し訳ありません。準備に手間取ってしまいまして。よいよい、そなたこそ真の忠騎士だ。多少の遅刻ぐらいがなんだ。言葉を返すようで恐縮ですが、真の忠騎士なれば約束や時間の類は守らねば。若い頃よくヨゼフ王に注意されたものです、ランスロットと共に。確かにわし自身がこれでは確かにいかんな。反省しよう。それで白竜騎士団の団長に就任する件、前向きに考えてくれたか。その件ですが、やはり辞退させていただきたく。もう濡れ衣も晴れたのか。王都に騒動を引き起こしたのは紛れもない俺の責任だ。だがそれはこの国のために仕方なかったんだろう。そんなことは関係ない。事実、騎士団の皆にも怪我を負わせてしまった。それに俺がこの国に残っているだけで復興の際に問題も多かろう。しかし、そもそも俺が団長に戻ったとして、現団長であるお前は本当にそれでいいのか。やすやすと団長の座を俺に譲り渡す程度の覚悟で騎士団を率いていたというのか。そんなわけはない。英雄と呼ばれたあんたを超え、国をより良くするために尽力してきた。そうだ、お前は俺がいなくなった後も一人で立派に団長の責務を務め上げた。フェードラッヘに英雄は一人でいい。俺はもうしばらく
旅を続けてみる。なんのかんの、最後に立場を顧みずに決断してくれたのはランちゃんだからな。俺はああいう時に責任かぶるのがどうも苦手で、ランちゃんに任せてよかった。ジークフリートさん、俺あんたをずっと恨んでいたことをまだちゃんと謝れてない。もういい。最後にお前の隣で戦った時に全て伝わった。それに心配するな。お前は一人ではない。お前にはこんなにも心強い仲間がいるじゃないか。そうだぜランちゃん、俺という頼れる親友がな。次はこの俺が副団長か。ランスロットさん、ベインさん、これからもよろしくお願いします。我々白竜騎士団の面々が力を合わせてこの国の未来を作りましょう。ジークフリート、そなたの気持ちはよくわかった。だが何かあった時はいつでもこの王都に戻ってきてくれ。お心遣い感謝いたします。ジークフリートさん、次にあんたが戻ってくる時までに必ず復興を成し遂げておく。ああ、復興を手伝えなくて申し訳ない。楽しみにしてるぞ。よし、ジークフリートも出発するみてえだし、じゃあそろそろオイラたちも出発するか。はい、シルフちゃん、私たちもう行くね。ジークフリートさん、